族、スパイス、モモ貴族、モモ貴族は絶対食べるっしょ。本当？胸貴族？胸貴族にしない。いやいや。ガゼン胸じゃん。モモ貴族やめて。胸貴族食べ。スパイス。スパイスでいい？いいよ。スパイスってなんだろう。辛いかな。うん、スパイシーな感じだと思うから。塩にしとくか。じゃあ塩にしとくか。そこじゃなくね。あ、そういうことね。ここ不思議。お前席変わったれ。いけいけ。ささみ塩やる。ささみ明太。あ、つくね塩あるよ。ささみわさび。え、わさび嫌だ。これがいい。私明太の方が良かったな。いけいけ。あ、胸明太塩。鶏釜飯だって鶏雑炊うまそう焼き鳥丼白ご飯味噌スープスピード頼む、私は塩ネギ好き白ネギ、うん、じゃあやるかえでもお前いいの多分人端ぐらいしか食べないかもお前がじゃあやだよなんで一人だけネギモリモリ食べなきゃいけないお前が食べるか350円だって目がもう350円だ。うん。だから目が頼んだ。そうそう。目が頼んだ方が本当。ガーゼン目がじゃん。最高やん。最高やん。これがあれだよ定番トリキの。そう。美味しい。うまい。美味しい。美味しそう。あとつくね来るだけなの。うまっ。すごいうまい。うん。ネギとくのが絶対うまい。うん。いい塩加減だね。タレも食いたくない。食いて、うん、いやめっちゃタンパク質って感じだな、うん、カロリーで、うん、胸タレ食おうぜ食わい薬味がこんなに、うん、メガだそっか山椒も頼んだしチーズつくねうんうまっすごいよねおいしい山芋気持ち悪かったカレーの匂い嗅いだらさはいカレーの匂い食べるとさカレーの匂い嗅ぐとさあのカレー食べたくなっちゃうねカレーメニュー食べたいのにタンドリーチカラコめっちゃ気になるもちもちただのもちやんそれ豚バラは、ね、タンドリーチカラコタンドリーチカラコタンドリーチカラコさお前2つ食べればいいじゃんなんでだよわさびお願いしますつくねの塩はつくね食べたいですつくね塩はつくね塩お願いします食べます食べるの、うん、あ、おいしいめちゃくちゃうまいよささみわさびさん多めに食っていいからいいよ、全然食えばいいよ胸、鶏だから食えるかんないねでもさ、全然年下なんかさ、恋愛できなくて当たり前だし、甘えて当たり前だ。めちゃくちゃ見てる。うまっ。鶏のカットつける。一口でいった？
昨日からお前に多めにあげるっていう話はなしに。うん。ねえ、うめ、こんなん50本食えんな。うん、うん、感触嫌い、うん、でもやる。いいの、うん、なんで、違う、お前にあげるんじゃないんだよ、感触かけてきた。よくなるよ。ささみがこんなにうまいってある？もう素材の味、これカロリーないよね。うん、まっ。鶏だからさ、なんか罪悪感ないよね。普通に食う。うめっ。タンドリー力こぶ。あ、いいね。うまいよ。めちゃくちゃ実用。うまっ、ね、めちゃくちゃうまい。飲み物、うん、いいよ、飲みな。一回釜で飲んでみて。だけどものすごくしっかりして、お前ね、多分ね、あれなんだよ、世間知らずというか、そうしっかりしてるようで、そこだけ、逆にね、結局それだけで十分やん。だからずるい、しっかりしてるように見える、でも何にもしっかりしてないし、結局私がお姉ちゃんっぽいのは本当にある。だずるい、私はしっかりしてないように見えるからずるい。はい、しっかりしてるからっていうのは、からっていうのは、もう後から全然そのオプションでつけられるもの、所作とか言葉とかなんか、で今からもすぐできること。クリームチーズ食いてえな。わけわかんない。なんでクリームチーズ、クリームチーズみたいな。それがちょっとね、ゾウタンのギチギチの四国言えないでしょ。四国、高知。え、本当？高知県だって。これ答え出ないから、出ないで、正解しって言う人がいないから。あ、そうだから、名前ももう一回頼む。嬉しい、もし嬉しいと必ずなんか歯が出ちゃってるみたいな。締めに向かないカレーライス、うん、どうかしてるよね。でもさ、今アイス食うかって話したよ、うん、でもさ、キンキンだ、冷えてやがる、うん、キンキンでうまっ、うまいの、持ってて、うまい、冷たい。みんなで飲んだな、食べた時もさ、ちゃんとしっかり食べる。それともさ、か弱い女ぶってもういいです、装飾ぶったやってな。装飾ぶる女は踏んづけるよ。明日かとカンタ、明日かとカンタ、カンタの話だよ。まあ、その両親がたちがいる前でも、私のさ、ホルモンバランス暴れてるからさ、ホルモンバランスは大暴れ。食べに行って、めちゃ食ったよ。なんかお会計ですか。40歳ですね。笑っちゃったよ。月見つくね。あ、これ月見じゃねえや。照りつくね。でも辛子マヨがついてる。辛子マヨで食べろってことか。そうなの。うん。まあ、絶対うまいっしょ。うま。うん、うまっ、うまっ、うまっ。今もう一回言ってもいいよ。なんでこんなうまいんだ。口
唇と、そりゃねえぜ、ボロねえぜ、え、うまくね、うめ、ね、そういうのが好きだもん。次は山椒で食べて最後川島やろう、マヨチュッチュ、オファーでマヨチュッチュ、そう慎吾ママ知ってる？慎吾ママです、みんな今日も、みんな今日も慎吾ママは何だっけ、慎吾ママです、慎吾ママです。でも別にイオン大好きだけどね、自分の自分を好きになるのは大事、なんか完璧じゃないもん、人間らしくも30分いいと思う、自分らしく生きろ、はい、お前はお前のままがいい、はい、何食う、これ、うん、カレーコロッケもうまそうだけど、いや、ここに来て揚げ物じゃねえだと思う、これに、うん、米か、うん、パイタン、パイタン、鶏パイタン、これで終わっちゃうよ、これでさ、これだったら鶏天食ってカレーとご飯食べるんだよ、やべえな、じゃあそうしよっか、そうしよう、ほら見て、オッケー、うん、オッケーでーす、オッケー、一枚、結構なご飯、失礼します、男梅様、サワーと緑茶杯です、失礼します、これさ、白米で締めると思われるんじゃない、そうだね、いや、酒が進むってそりゃねえよな、私お茶だから不安じゃあるよね、なんかさ、一見さ、健康的な食事風景だよね、めちゃくちゃうまいな、なんなんなんならもうご飯にかけご飯にかけてサラサラいっちゃう終わり、これで終わり忘れた頃にカレー取りて、うん、おいしい、あ、しみるぐらいやつ、唐揚げとカレーと味噌汁と最高じゃない、唐揚げ食べて、カレー食って、米食って、すごい、なんかこのメニュー頼めんのお前だけだもん、だって染みてる、お茶がさっぱりしてうまいよ、トリキで食った方なんじゃないバカ食ってバカ食ってバカ飲んだよ、ドボンしてさ、たまんないねずるんとか最高じゃん、やばこれも家でさカレーライスした日のやつ、最高、マジでここまでくれよ、遠心力すごいじゃん、お前じゃん、あー、こんな時代もあったね、すげえ、フードファイター。